はいどうも、皆さんこんにちは、のいちです。今日はですね、鬼滅の刃のラストシーン、煉獄杏寿郎 vs 赤座で何があったのか、そして煉獄杏寿郎さんのかっこいい名言について紹介していこうと思います。今回はですね、鬼滅の刃の漫画7巻8巻のネタバレを含みますので、ネタバレを食らいたくないという方はブラウザバックしていただくことをお勧めします。では行きましょう。加減の1、炎武との戦いが終わり、負傷した炭治郎に呼吸の指南をしており、全員が無事に帰れると安心していたその時、突如として上弦の3、赤座が現れます。炭治郎を襲おうとする赤座、そしてすかさず守る煉獄さん、そして赤座は煉獄さんにこう提案します。お前も鬼にならないか。お前は思考の領域に近い。杏寿郎、なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だから、老いるからだ、死ぬからだ。鬼になろう杏寿郎、そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続けられる、強くなれる、と言うんですけども、その時に煉獄杏寿郎さんはこう言います。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。何度でも言おう、君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうと鬼にはならない。強さが目的の赤座と、強さは人を守るための手段として考えている煉獄さん、鬼になるという言葉に対して一切の動揺も迷いも見せず、人間の美しさと己の信念を語る煉獄さん、非常にかっこいいなと僕は思いました。ここはね、最高にかっこいいセリフだなと、名言だなと思っております。そして鬼にならないなら殺すと言って戦いが始まります。傷ついた炭治郎と後ろにいる列車の乗客たちを守りながら戦う煉獄さん、全力を出し切れず傷つき追い詰められてしまいます。そんな中で赤座はこう囁きます。生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ杏寿郎。お前が俺に食らわせた素晴らしい斬撃もすでに感知してしまった。だがお前はどうだ。潰れた左目、砕けたあばら骨、傷ついた内臓、もう取り返しがつかない。鬼であれば瞬きする間に治る。そんなもの鬼ならばかすり傷だ。どうあがいても人間では鬼には勝てない。すると煉獄杏寿郎さんはこう言います。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。体がボロボロになってもなお乗客たちと炭治郎たちを守る煉獄さん、ここは非常にかっこよかったです。そして二人の大技が繰り出され、ぶつかり合い、なんと煉獄杏寿郎さんは胸をえぐられてしまうんです。その時赤座はこう言います。死んでしまうぞ杏寿郎。鬼になれ、鬼になると言え。お前は選ばれし強き者なのだ。煉獄さんを再び鬼の道へ誘おうとする赤座、しかしそれを聞いて煉獄さんの頭に浮かんだのは母の言葉でした。その言葉っていうのは、弱き人を助けることは強く生まれた者の責務です。責任を持って果たさなければならない使命なのです。決して忘れることなきように、という言葉でした。そしてその言葉を原動力に、煉獄杏寿郎さんは最後の力を振り絞って赤座の首を落とそうとします。だがそんな時、夜明けが来てしまいます。ここから逃げ出したい赤座だが、それをさせない煉獄さん。すると太陽が昇る寸前で、自ら煉獄さんの胸に突き刺さっている腕を引きちぎり、日の当たらない森へと逃げます。そしてそれを見た炭治郎が赤座の後を追い、日輪刀を投げつけこう言います。煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない。誰も死なせなかった。戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ、煉獄さんの勝ちだ。悔しさのあまり泣き叫び続ける炭治郎。炭治郎にとって煉獄さんはもうかけがえのない存在になっていました。そんな炭治郎に煉獄さんは穏やかな顔でこう言います。腹の傷が開く。君も軽傷じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら俺の負けになってしまうぞ。そして
こっちにおいで、最後の話をしようと言って、最後の話が始まります。煉獄杏寿郎さんは、日の神神楽のことについてヒントを託し、最後にこう言います。かまど少年、俺は、君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。命を懸けて鬼と戦い、人を守る者は、誰が何と言おうと、鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。己の弱さや、不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が、足を止めてうずくまっても、時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って、悲しんではくれない。かまど少年、井の頭少年、黄色い少年、もっともっと成長しろ。そして、今度は、君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。そして、煉獄杏寿郎さんは、走馬灯に出てきた母親に対して、最後にこう言います。俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきこと、全うできましたか。そして母は、こう言います。立派にできましたよ。そう微笑む母に、煉獄さんは、笑みを浮かべて、死んでしまいました。老いることも、死ぬことも、人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく、愛おしく尊いのだ。何度でも言おう。君と俺とでは、価値基準が違う。俺は、いかなる理由があろうと、鬼にはならない。俺は、俺の責務を全うする。ここにいる者は、誰も死なせない。腹の傷が開く。君も、軽症じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら、俺の負けになってしまうぞ。かまど少年、俺は、君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。命を懸けて鬼と戦い、人を守る者は、誰が何と言おうと、鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。己の弱さや、不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が、足を止めてうずくまっても、時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って、悲しんではくれない。かまど少年、井の頭少年、黄色い少年、もっともっと成長しろ。そして、今度は、君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきこと、全うできましたか。立派にできましたよ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。煉獄さんはですね、最後まで一切折れることなく、自分の信念を貫き通しました。そしてね、赤座とただ単純に戦ってるだけではなく、無限列車の乗客と炭治郎を守りながら戦いました。その姿っていうのは、柱としても、一人の人間としても、かっこよかったのかなと思います。もしね、無限列車編の、ここで赤座が登場していなかったら、煉獄杏寿郎さんは一番強かったかもしれません。それぐらい煉獄杏寿郎さんは強かったです。ということでですね、無限列車編7巻8巻をまだ読んでいないという方はですね、読んでみてください。映画楽しみですね。はい、この動画良かったよという方は高評価、そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。Oh,